元日本及び太平洋タイト級チャンピオンの坂本龍一です。今日はリュースタイル、杉田龍一会長のお前向きにより、東京からですね、岐阜県、やってきました、第1試合からね、今第9試合ですね、第8試合終わってね、採点をつけさせてもらったんですけども、もうみんなすごいこう熱のこもった、ファイトで、ものすごく胸がね、こっちも熱くなった。ゆず、最高。ありがとうございます。新兵、最高だよ、ね。まあみんなね、勝った、負けた、いろいろありますけども、ね、負けが、ね、負けたからといってね、すべてが終わりじゃありません。ここからまたスタートです。実はね、坂本龍一、ね、日本チャンピオン、東洋チャンピオン、世界大会も4度挑戦した。ボクシング史に残ると言われるこれ畠山貴教選手をした男ですけども、だけどもね、坂本選手はね、プロテストに落ちてます。プロにはなりませんでした。1回目落ちました、ね、その時は悔しくて悔しくて、自分に足りないものをもう一度考えて、何が足りなかったのかすっごく真剣に悩んで、そしてまたここで走り始めたんでね、止まるんではなくて、また少しずつ一歩半歩すり足でもいいから前に突き進んでる。するとね、夢っていうのは近づいていきます。そして掴むことができます。そして、ね、一つのエピソードじゃないですけどもね、今日、横山トレーナーと僕、17年ぶりの再会なんですけどね、岐阜県で僕は高垣市役所で公演をちょっとね、杉田会長の方でも、計らいがあって、ちょっと高垣市役所が、高山市役所の方でね、公演をやさせてもらったんですけども、その時にね、もう26年前ですよ、僕は18歳です、指導していただいたのが、今のこのリュースタイルの、取り上げている横山トレーナーです。もうね、僕のボクシングスタイルをご存知の方は、坂本龍一からフック打ってみたね、もう一本でバン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 と打っていた。横浜トレーナーにね、言われてたんですよ、プロテスト前に。お前それで受かんないよって、プロになってからそのスタイルではいいけども、プロになるためにはなる準備があるんだってずっと言われてたんだよね。でもいや俺はこれでいくっつってね、フック打ってみこう言ってね、プロテストの時は相手に1ラウンドダウンを奪ってにもかかわらず落ちたんですよ。ストレート打たなかった。まあ横浜トレーナーの言う通り、まあ、見事というかね、僕はプロテストに受かることはできませんでした。でも自分に何ができないのかもう一度考え、ね、反省して、そしてまた突き進んでいきました。そして、デビュー戦でこう19連勝で達成をしていくんですけども、だから今日皆さんね、勝敗でもう勝ち負けということは判定でね、こう、出ましたけども、勝った人はまたこれに怒らず、また次のステップアップ、ね、今度はもうごぼう抜きでいくんだという気持ちで、階級を2階級、3階級乗り越えて、制覇してやるという興味でやってください。そして、敗者と、下された方は、今話したように、何が自分にいけなかったのか、もう一度考えて、次のステップを、走り始めてください。今、VTR で流れておりました。ね、そのボクシング史の王と言われるこの今からの14年前です、はい、皆さん覚えてる方いますでしょうか。ちょっと手挙げ、子供たちはもちろんね、あれですけど、ありがとうございます、はい。まあ、今杉田会長がね、この畠山貴教選手のこのエピソードを、言いましたけどもね、エピソードって言ってもね、もう僕はこう試合に勝つことはできなかった。だけどもね、この試合で学んだことっていうのは本当に大きなものがあります。やはり坂本龍一、実はおとといに僕はこの岐阜県に、入りまして、その近くにある今日もチャリティーバザーということで、児童養護施設夕日が丘という施設に行って、子どもたちとねボクシングセッションをやってきたんですね、杉田会長と。僕はこの現役時代に、現役時代から児童養護施設の友達を僕の試合の時に紹介して、子供たちから僕もそういう応援の線を受けて頑張ってきました。そして僕の頑張りの姿を見て、今の畠山貴教選手、もう後半、今のボランドぐらいですけどもね、
もう8ランド目から僕はもう耳の穴からの血が出て、ザーマン期間というのが犯されてね、もうフラフラ状態だ。で10ラウンドでね、僕は KO 負けするんです。で僕は今まで KO 負けは一度もありませんでした。40戦目の時、坂本博之はタフだと言われて、で自分も畠山貴教と練習スパーリング、こういう練習試合とかそういうのやっておりましたから、畠山貴教のパンチの質問を知っていて、まあ畠山のパンチだったら俺は倒れないから、そういう気持ちで試合に臨んだんですよ。そしたら10ラウンド僕が倒されてるじゃないですか。8ラウンド目から血が出てでね、あの試合記憶がないんですよ。勝ったか負けたかそれは分かります。僕は負けたってことは理解してる。だって僕はリングで大の字なんて寝てるでしょ。で畠山貴教がチャンピオンベルトを巻いて勝利者インタビューしてる、その姿を見て、あ、俺負けたんだなと思ったんです。ただどんな負け方をしたのかなっていうのは気になるんです。で控室に行きシャワー室を浴びてね、トレーナーたちにね、俺どうに負けたのって聞いたら、畠山に判定で負けたの、 KO で負けたの、それが聞きたわけ。でもトレーナーは僕に対して気を使ってくれて、まあ今日はゆっくり休めと、そういうふうに言って帰った。で俺気になってるから家に帰って、俺は絶対世界チャンピオンになるとこう言って願っていたから、ビデオを撮っていたんですよ。家に帰ってそのビデオを1ラウンドから見て、おっ1ラウンド坂本と家を着てていいじゃん、畠山もうガードネーからガンバンバン打ってる、よし行け、よし行け、あいい、畠山5ラウンドから足使ってきた、あ普段のこうね、ボクシング試合持ってきた、8ラウンド耳が血流してる、10ラウンド目僕大の字寝てますよ、ドーン、その時に初めてね、あ俺も倒されるんだ、人間なんだなって気づかされたんですよ。まあね、こういった記憶にない試合だけども、こうやって残って、まあ、僕にとっては負の部分ですよ、負けの部分ですよ。だけどもこの負けがあって、今もよし、まだまだ戦うぞって気持ちで現役で畠山貴教にもうリベンジするっていうことはもうできないでしょう。プロボクサー引退しますから、僕も畠山も。だけども人生の戦いまだまだこれからあります。そういった意味で僕は全国の児童養護施設の子どもたちに向けて、おととい過ぎた会場とともに夕日が丘、ね、この近くにある児童養護施設に訪問して、子どもたちに何をするべきで、何が正しいのか、何がいけないのかということを、僕なりの児童養護施設の生活をした当事者としてお話をさせていただいております。まあこういう活動を全国的にやっていきますので、もうまたね、皆さん岐阜でまた僕がこうやってきた時には、どうぞ、なんかこう顔を見せてきてください。そして、本当に今日、ね、まあ、この前半戦、8試合やった子どもたち、そして会員さんの皆様の素晴らしいファイトを、この見て、いつもやってるんだなということが、伝わりました。僕がこの現役時代に、そして今まで生きてきた、これまでに感じてきたこと、一言です。熱を持って接すれば、熱を持って帰ってくる。どうもありがとうございます。